このまま行くとただ画面の前でずっと話して孤独に死んでいく気がするから、ちょっとみんなよろしくねみんなよろしくよろしくね。もう日々ずっとここにいるから、うん、あれだ、どうしろ。具体的に言うと、私が欲しいものリストというものを公開するので、まずそこに定期的にアクセスする、これが第一で、第二に、ケンピ様が欲しそうなものを、あ、これかなっつって、大丈夫、私が必要なものは追加していくから、でみんなはそんな心配しなくていい、それを欲しそうって思うものを購入するってボタンを押すだけ。簡単でしょ、なんていうかすごい簡単。あ、そうそう、あとそう、サブスクとかスパチャ、あ、そういう方法ありますね。はい、この姉ありて、あの妹ありいやでもほら、妹はさ、ブランドにさ、ほら、いろいろ溶かすけど、ケンピはもうあれよ、必要な、もう生活必需品だからね。レベルが違うよ、レベルが、覚悟が違う。もうだってもう妹はさ、その、まあ、嗜好品でしょ、私はもう生活必需品までみんなに頼ろうとしてんだから、レベルが違うよ、なめんといて。私の方がクズだから全部頼ろうとして、服も入れるし、靴も最近、靴もね、全部入れよう。そうだよ、服まで入れる。そうだよ、そうだよ、なめんといてよ。もう全然覚悟が違うからスイッチ月5万ぐらい入るの。そんな入るわけないじゃんそんな入ってたら金ピもう、まあ、ニコニコかもしれんけど、そんな入るわけないじゃないか2万がええとこや。もうほんとだよね。2万がええとこ。じゃあ私ええとこじゃないかもしれない。全然。そうだよ。私ギリギリで生きてる。ギリギリでいつも生きていたいから。ああ。実質ツイッチで稼いでるだろ。ですね。実質どこで稼いでるかって話すると、今一番ですね、私が稼いでると言っていいのは、Amazon の欲しいものリストです。マジ。ありがとうね。ありがとう。この間、この間も行ったらボロネーゼ怒られてきてた。アマゾンの欲しいものリストが私の命綱。